どうもこんにちは。はい、どうもこんにちは。ワクワクカルチャーチャンネルです。今日の動画は、はい、なんかいつもとね、趣旨が違いまして。そうね。なんと、うん、10月1日で、はい、YouTube 4周年です。うわー、めでたいですね。いや、ほんと皆様のおかげで、何とか続けてこれました。はい、はい。クローバーも2年半だね。なんだかんだね。なんだかんだね。そうですね。うん、いや、YouTube 4年突入です。4年だよ、ほんとに。早いっすね。そうだね。酒飲んでた思い出したな。いやでもね、うん、最初と比べると、うん、まあ、だいぶねアップデートを重ねに重ねて、うん、いやなんかね、うん、いい感じになりましたね、いろいろ ね変わったね、うん、そうだね、変わんないのは俺の生活水準ぐらいかな、うん、そこは変わんねえんだということで今日は、リチウム4周年の周年入荷の商品を紹介していきたいなと思います、うん、はい、10月1日から10月6日まで、うん、まあちょっとこういう時期なので、はいはいはい、いつもよりはひっそりというかね、あ、そうですね、まあセールとかはなしなんですけど、うん、スペシャルヴィンテージを出していきますので、そちらの紹介をしていきたいなと思います。はい、ちなみに初日10月1日台風です。最悪だよね。予報見てがっくりしちゃったよ。だからじゃあ俺らの日頃の行いだと、ね、悪い悪い悪い、もう本当に初日なっていうね。そう、びっくり。どうにか日頃の行いの言い方それるように祈ってください。そうですね、はい、じゃあ紹介していきます。はい、でまず、はい、周年入荷アイテム、うん、1カテゴリー目、はい、カテゴリー目、バンド T シャツ、ヴィンテージバンド T シャツでございます。いつもよりいいやつですかね。いつもよりいいやつってかめちゃくちゃいいやつ。あ、めちゃいいやつ、うん、本当に。はいはいはい、俺が欲しい。おお、うん、これは期待できますね、はい、ちょっと何着かピックして紹介していきたいと思います。はい、はい、バンド T 着目、はい、はい、こちらはい、 80s セックスピストルズ、はい、これはスペシャルだね、はい、超スペシャルだね。うん、おそらくこれ薄くなってるけど、うん、スクリーンスターズボディ、ああ、いいね、ボディもね、はい、まあ、80年代シングルステッチ、シングルステッチ。いや、これガチなやつ。これガチなやつね。何があって、まずこれ、うん、この銅プリント、うんうん、フリー&イージーに。あ、掲載されてます。あらー、オンブック系ですか。そうだね、はいはいはい。もうだからコレクターズアイテムだね。いやー、これね、うん、狙ってほしいね。狙ってほしいね。デザインが抜群にかっちょいい。かっこいいね。うん、ユニオンジャックのようなもの、配色ね、まあ。値段もするけど、うん、まあ、まあまあまあって感じ。あ、うん。でもなんかヴィンテージバンドって好きな人からしたらっていうね、うん、だとそんな高くはないのかなって個人的には思いましたけどね。うん、ただまあ、こう実物見る機会もない。うん、そうですね、本当に、まあこのオンブック系。うん、ぜひ気になる狙ってみてください。はい、レンズ S サイズぐらい僕切れました。はい、はい、サイズ、はい、はい、ヴィンテージバンドに2着目、はい、はい、こちらこちらもオンブク系です、うん、あ、これも、はい、これもフリー&イージーに乗ってたデザインですね。はい、 UK ハードコアパンクの U、うん、GBH、 おー、うん、これもやっぱこうビシビシな S サイズだけど僕が着れた S サイズだから、あー、全然いけますね、うん、はい、全然いける S サイズ、いや、抜群にかっこいいね。80年代ですか。これも80年代だ、ね、まあ、このタグは、はいはい、こっち系でよく見るね。あ、本当だ、うん、はい、80年代の当時物ですね、完全にスペシャルですね。スペシャルね、ぜひこちらもハードコア好き狙ってみてください。はい、ではここは3着目、はい、まあパンクは続きますが、はいはいはい、ちょっとニューヨークに行かせていただいて、あ、はい、あとここまでビチビチサイズでしたが、うん、ちょっとだけ大きめです。あ、そうなんだ、はい、はい、ジョニーサンダース、こちらは90年代後半の、はい、これあんま見ないな。見ないね。そうだね、ジョニーサンダース単体でこのプリントでね、うん、プラス、ね、まあ、サイズがこうフルーツの M だけど、サイズはちょっと L 寸に近い感じ、このジョニー・サンダース好きも結構いるから ね、 あ、結構ね、お客さんでもね、多いっすね。はい、こちらの抜群のデザイン試してみてください。こちらだからちょっと年代も浅いこともあって、うん、前の2万よりはちょっと安めに、うん、結構安いっす、はい、ぜひ狙ってみてください。はい、はい、それではじゃんじゃんいきます。4着目、はい、4着目、うん、はい、はい、イギリス戻らせていただいて、あ、戻る、はい、はい、こちらザ・クラッシュ、84年アウト・オブ・コントロールツアーのプリント T シャツ、あ、両面でしっかりしっかりいってるね。スペシャルいっすね。スペシャルだね、これね、これもなかなか見ないし、まあ、クラッシュのヴィンテージ自体なかなかないし、ないね、まあ、このしっかりね、大判のプリント、まあ、こちらもボディはスクリーンスターズ、おお、うん、いいボディですね。まあ、ちょっと S 寸ぐらいのパンクサイズではありますが、いや、これぞパンク T でしょって感じ、ね、そうだね、これもコレクターズアイテムだね、やっぱりね。そうですね、かっこいいわこれ。サイズの合う方もう合わない方も合わない方も合わない方もぜひ行ってください。ザ・クラッシュ、はい、はい、ではバンティの紹介これがラストになります。はい、これはくぬぎ山くんグッとくるんじゃない。ああ、これかっこいいっすよマジで、うんうん、はい、80s バズコックス、やばくない？やばいよね。バズコックスの登場もないっしょ。だから まずバズコックスのヴィンテージは全然見ない。ないよね。あとあってもオーガズムアディクトが多いよね。あ、そうですね、うん、これいや、もう名曲。そう、名曲よ。最高だねこれは。しかもこのシンプルなプリントがまだバズコックスらしいというか、うん、そうですね、うん、本当にね、これ僕ちょっとさっきね、うん、実はちょっと着させてもらったんだよ、かっこいいから。これ、いけるよね、全然いける、うん、これめっちゃかっこいいです本当に。あとね、これパンク好きももちろんそうだけど、うん、オルタナ好きとかもね、うん、あ、そうだね、うん、バズコックス好きな人、そう
うだね、いるからね、やっぱりこう広い範囲 で、ね、あのおすすめの、まあ、スペシャルバンティ、スペシャルバンティ、はい、値段まで行かない、値段、あ、行きます、今行きたいぐらいぜひこちらもおすすめでございます。はい、はい、ヴィンテージバンドティー紹介は一応こちら5着、他にもあの出すバンドティーありますので、あのインスタグラムの投稿の方でね、あ、そうだね、うん、そちらでね、はい、9月30日の夜ぐらいの予定かなと思われると思いますね、で掲載しますので、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、はい、では、バンティーに続き、周年入荷2カテゴリー目、はい、ロンジャンです。あー、これは見たがにー、はい、スペシャルロンジャン紹介していきたいなと思います。シックスティーズルイスレザー最初から一括、はい、赤羽、はいはい、黒文字の赤羽の人にディールイスタグ、やばいねー、まあ、これせやかなシングルの、あ、はいはいはい、はい、写真、写真、うん、これオーラすごいね、登場ワッペン、ほんとだ、クラブ、こちらにもトライアンフル、お兄写真の38寸ぐらいかな、グッドサイズっすね、いや、もうスーパースペシャルだね、いや、そうね、うん、この年代はなかなかね、そうね、サイズの合う方ぜひ狙ってほしい、まあ、問答無用で、そうだね、かっこいい、かっこいい、これ1着になります。はい、はい、では、スペシャルロンジャー2着目、はい、こちら、セブンティーズマスコットシングル、はい、これもやばいね、スペシャル、すごいね、しかもまあほぼ試着だけの、いや、これほぼなんかデッドストックって言われたらちょっと信じちゃうよ、そうね、超ミントコンディション、やばいね、はいはい、まあ海外だとトム・ヨークがこれ着てたのかな、あ、そうなの、ね、うん、で日本だとやっぱり千葉祐介さん、千葉祐介、これはかっこいい ね、これはかっこいい、これも38寸ぐらい、うん、まあほぼ使用感のない試着ぐらいの、ね、袖のシワしかない、フロントジッパー、ね、うん、はいはい、近くのスクエアのクリップス、本当だ、ジッパーもいいっすね、エアロー、はい、これ育てられるのは熱いね、ね、これ裏地ピッカピカね、真っ赤っかっすよこれ、本当に、ちなみにすげえ余談だけど、これ千葉祐介さん本人から、当時本当にマスコット着ててこれだよって言われたことがあって、あ、そうなの、やばいねそれ、そうそうそう、だからもう自信を持って、はい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 、これだったよって言える、あ、そっか、あ、千葉祐介さんにサインもらってたもんね、マスコットの裏地にサイン、実はこういう逸話が割と最近っちゃ最近、割と最近だね、そうそうそう、でももう言い切れる、そうですね、間違いない、ぜひ、まあ、値段もスペシャルですが、まあ、こちらぜひ、まあ、狙ってください、これは、はい、はい、はい、では、はい、スペシャルロンジャン3着目、まあルイス、ルイスマスコット来たんで、3大ブランドいっちゃいましょうあれしかないね、あれしかないね、そうです、はい、はい、ハイウェイマン、うわー、高ぶる、シックスティーズ、あのね、白タグ、コカ・コーラタグの、かっこいいね、かっこいいね、これはやばい、ルイスでいうとこのブラッカーロータイプ、こういう方がね、おー、あ、これベルトはいたんだね、ベルトあります、ね、ヘッソンなし、絞れるんだ、かっこいいなこれ、まあ、フロントジッパーもね、60年代のこのね、楕円のライトニング、あ、ほんとだ、これもね、サイズね、38ぐらい、いや、いいね、ちょっとカーコートみたいな感じ、うん、かっこいいなこれ、あとこのハイウェイマンならではのね、チープスキン、このもちもち肉厚な、かなり可愛いっすね、そうね、ガシガシ着込んでいただける、あと状態もね、いいんだよね、そうだね、なんか破れみたいなのもない、そうね、波なさそうだし、裏地もまあ綺麗に残ってますね、そうだね、超グッドコンディションのカーコート、まあお好きな方いるんじゃないですか、これは渋い方ぜひね、本当にぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではスペシャルロンジャン4着目、はい、こちらは、はい、まあ今年も出します、この時代このめったにないタイプ、セミダブル、あ、本当だ、スタンドカラーのね、かっこいいね、はい、普通はねダブル多いもんね、そうだね、これはリアルレザー車、あ、いいとこだ ね、 ね、しっかりね、の工場のねところのね、この、はいはいはい、パッドも、まあ、ステッチあるけどパッドなし、うん、まあこのスタンドカラー、しかもこの字にしては着丈が長いってね、ああ、この字ね、ビンビンのショート丈がね、多いですからね、俺が着てもあの問題なく、あ、着丈いけるぐらいだから、はいはいはい、まあこの字ユーザーのなんかもうこの字好き多いけど、セミダブルなかなかないんじゃないですか、あ、これはね、人気もね最近ね、高いしね、そうだね、うちでもね、まあこの抜群の状態もいいので、そうですね、ぜひこちらも狙ってみてください、はい、では、はい、紹介するスペシャルロンジャンもラストです、はい、5着目、はい、はい、80sカンプリボルタ、いわゆる継ぎはぎじゃん、いやー、いいね、これがないとやっぱり、そうね、今年も来ました、はいはい、ねー、まあ、毎年ね探してるからだんだん個体数減るよね、いや全然出なくなっちゃったね、これはね、これも38寸ぐらいのグッドサイズ、はいはい、いいね、あとね、あの取られがちな D 管、あ、はいはい、あと背面の D 管、うん、あとエポレット、はいはいはい、うん、もうしっかり完品の一着だね、素晴らしいコンディション、はいはい、カンプリに関しては、これ以外、あの継ぎはぎじゃんボルタ以外にも数着、お、うん、そうなんだ、出せますので、ぜひぜひ比べてほしいですね、チェックしてみてください、継ぎはぎおすすめでございます、はい、あと革質もね、いい方の継ぎはぎなのよ、どれどれこれはね
いい方だね。いい方でしょ。バリッバリのあるじゃん。そう、やばいやつあるんだけど、まあ、あれも良さだけど、そうだね、これはいいね。いいね、これね、しっとり系の。そうですね、はい、ぜひおすすめ。はい、では、はい、スペシャルヴィンテージ、3カテゴリー目。どれほどあるのよ。頑張ったんだよ。頑張ったのよ。オイルドジャケットです。オイルドジャケット、うん、いいね、うん。バグはベルスタッフ両方ありますので、まあ、その中で、まあ、スペシャル、紹介したいものを、あ、はいはい、まあ、2着ずつ、そうですね、紹介していきたいと思います。はい、はい、こちら。はい、ちゃんと。まず、バブアから、うん、両方、金卓のワンワンと。おぉ、フル !70 年代、うん。こっちね、はい、こっちすげえ珍しいと思う。はいはい、ノーザンブリアの、金卓ワンワンと。あ、個人的には初見っていうかあるんだと思った。そうだった。俺もうわーって思った、もちろんこのノーザの年末からないんだけど、あの8オンスヘビーオンスのやつに、はいはいはい、このクリスマスチェックのラインにも、まあ完全にノーザンで、これは珍しい。これ珍しいね。まあ状態も意外と悪くなって、まあ多少破ればあるんだけど、いや全然年代高齢したらいい方だよ ね、これは、ね、しっかりお色も入ってておすすめです。おすすめで、こちらが金卓の、はい、ソルウェイジッパー。いやーかっこいいよ ね、スリーポケットに、はいはい、腰のね、腰のベルト付き、うん、いやこれなくなりがちだからね。そうだね、はい、まあ本当に、ね、ソルウェイジッパーもめったに見なくなってないね、この古いやつでやっぱオーラがある ね、それね、金卓ワンワランと、ね、ぜひスペシャルバブアを狙ってみてください。はい、はい、では引き続きオイルドジャケット、はい、バブア来たんでベルサクス、はい、しっかりやる。はい、こちらです。はい、じゃあ、はい、こちらもトライアルマスタープロフェッショナル、いいね。こっち60年代のサミーミラタがついてる斜めポケットのもの。おー、熱い熱いね、はい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 、これこちらもベルト付きの、うん、素晴らしいね、完璧ですね。サイズも38ぐらい、最高だ、抜群です。はいはいはい、でこちらが70年代トライアルマスタープロフェッショナルパッドタイプの、はいはい、まあ70年代の縦ポケット、ね、あー本当だ、うん、違いますね、ここね、着丈もねしっかり出て、なんかちょっとよりハードな露骨な印象を受ける。確かにそうですね、このね、こっちのサミーミラーより、こっち好きな人も多いね。あ、そうなんだ、うん、へぇー、これすっきりしたね。これも36とかそんぐらいで、あ、グッドサイズ、そう、ビシッときたから、はいはいはい、あとコンディションもめちゃくちゃいい、うん、ベルトもしっかりあるし、ね、完璧だねこれね、綺麗だ。まあベルスタック他にもかなりの量在庫あるので、いやこれね、全部紹介できないのがちょっと悔しいぐらいです ね、もうね、ちょっと珍しいモデルもあるし、あの着比べて、そうですね、ぜひ選んでみてください。はい、では、はい、やっと書く、やっと佳境に、いやもう長いなんかいいもの見すぎると逆に疲れるなんだろうこの疲労感、なんだろうね、お腹いっぱいになってきちゃった俺ビールあんま進んでないから全然飲んでないじゃん今日もう口カラッカラよ。いやでもね、こっからさらにまたいい商品がね、続くからちょっと頑張りましょうよ、そこは。そうだね、はい、うん、では4カテゴリー目、あのリチウム定番ですね、ユーケモヘア、こちらじゃんと、はい、こちらも実は一部です。おお、うん、はいはいはい、まああの倍以上用意できてまして、やばいね、あの以前も紹介したようにうちでいうユーケモヘアは、まあ大体80年代ぐらいの UK 諸国、そうだね、うイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド、そうですね、あたりの、コンモ率75円ぐらいの、おお、ふわ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 のモヘア、まあ全部は紹介できないので、あ、そうですね、その中からじゃあこの一着、はい、はい、こちらどうぞ。こちらも推定80年代、はいはいはい、この頃らしいね、ニューウェーブっぽいというかポストパンクっぽい、うん、ターコイズ、ターコイズブルー、しかも網の緩いハンドメイドの、うん、ネット系のターコイズ、このネット系やっぱかっこいいよね、かっこいいね、これね、綺麗に着てもかっこいいし、ね、ボロボロダマダマになってもかっこいい、ね、ポルシムノンだったっけ、そうだね、かっこいいに着てるのね、そう、ぜひこちらを狙っていただきたいです、ね、単色ね、この辺ね出ないよね、なかなかね、単色ほんとないっすから ね、ぜひこちら狙ってみてください。そうですね、はい、では、はい、周年入荷、これがラストカテゴリーです。おい、靴間に合ったっすね、いや間に合った、ギリ、これギリ、マジギリ、そうだね、怪しかったもんね、怪しかったね、これはね、届いてよかった、はい、まあこの靴も、まあイギリスに振って、はいはい、これラバーソール、はい、はい、かっこいいね。じゃあこちら一個一個紹介していきたいなと思います。はい、はい、ではまずこちらは、はい、うち定番ですね、ジョージコックスラバーソール、あー、いいね、かっこいいわこれ、はい、じゃあその中からまず2足、はい、このとんがりでございます、はいはいはい、まあラバーの厚いバージョンと薄いバージョン、ね、ジョーストラマーであり、いやもうまさにね、すごいクラッシュを連想させるよ ね、あとジョニーロットンでもある、あー、まさしく、スラックスとかで合わせて、ね、かっこいいねこれね、まあもちろんこちらパンクだけじゃなくてロカビリーにも、はいはい、そうですね、はい、いろいろ合わせやすい、まあね、うん、まあ、敬遠する方いるけど試しに履いていただきたい、他にもいろんなデザイン、用意できてますので、ぜひ試してみてください、はい、
はい、では、商品紹介これがラストになります。靴って言ったけど、うん、あのジョージコックスとか、うん、ドクターマーチンとか、うん、普段から出してるやつというかね、あ、まあバット出すけど、うん、そればっかりでもちょっと芸がないので、あ、はいはいはい、ちょっと珍しいラバーソールを、こちら、はいはいはい、シェリーズロンドン、わ、馴染みあるでしょ、キラキラしてきた今ね、グッときたでしょ、グッときたね、ポールウェラーだね、いや、まさにザ・ジャム、そうだね、うん、まあインタビューでも言ってたんだけど、よく言ってた、うんうん、シェリーズロンドン、1940年代から50年代かけて、あの家族系というか、あ、そうなんだ、ね、まあ小規模な会社で、まあ、始まったみたいで、うん、あ、そうなんだ、うん、もちろんこの、うん、なんだろう、鉄とかに50年代受けて、その後の鉄リバイバル、パンツ、モッツなんかに受けて、持った大靴だね、あ、まあ、もうユースカルチャーだ ね、そうなるとやっぱポールウェラのルーツともね、うん、つながる、まあだからラバーソール履きたいけどジョージコックスじゃないのっていう、あ、なんかね、いいね、その一つ違うやつってね、あと純粋にポールウェラー好き、あ、そうだね、そういう人もね、ぜひね、モッツスーツと合わせてもかっこいいね、あ、かっこいいね、まあしっかりグッドなメンズサイズですので、あ、いいっすね、ぜひおすすめでございます、じゃあ早速ピックアップしてもらったけど、まあ実はね、あのあそこにね、あるのよシューズ、結構、あ、そうね、あの紹介できてないやつね、俺昨日直しやってる、あ、そうだよね、そう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 、あれもね、写真さそうと思ってるので、ね、まあ気になるのあったら ね、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、では、ここまではね、一部の4周年の、まあ、ヴィンテージたちを、いや、かなりいいもの入りますね、まあ、駆け足ですから、ね、いや高ぶるわね、紹介してきました。一応周年の期間が10月1日から10月6日まで、はいはいはい、うん、まあ、スペシャルヴィンテージと来店してくれて買った方にはちょっとドリンク1本サービスしようかみたいな、まあだからこういうご時世なのでセールはちょっとなしでやらせていただきます。あとちょっと心苦しいのですが、商品の問い合わせは、10月4日から、あ、なるほど、そうですね、ちょっとねこういうご時世で、あの来れない方なんかもいらっしゃると思いますが、ちょっとよろしくお願いします。はい、わかりました。まあなんかね、台風だけなんとかなってほしいの。いや、それだけ心配よね、まあギリできるぐらいでね、うん、過ぎ去ってくれればいいんだけど、まあちょっとその時はみんな外でビシャビシャでお願いします。まあ逆にいいんじゃない。まあ皆さんね、水も滴るいい男だと思う。いや、そうですね、はい、彼女いねえけどっていう。でもこれあんまり出ると怒られるからね。そうね。そうそうそう。まあまあまあ。まあ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 。いいヴィンテージ買って。そうだ。俺らの向かってる方はそっちじゃねえぞ。そう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 。めっちゃ硬派だぜっていうね。そう、硬派に行けばいいんですよ。アウトローなね、硬派な生き方をね。そうね、お願いしますよ。はい、じゃあ今日はこの辺りで締めますが、まあ、次の動画はもう4周年明けになるもんね、になるかな、うん、そうだ ね、 そうですね。じゃあ、4年目も、はい、皆さんありがとうございました。そうですね、はい、5年目もなんとか頑張ってきますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあワクワクじゃんけんは僕にしますか。あ、じゃあお願いします。はい。はい、できます。ワクワクじゃんけん、じゃんけんぽい。お、あ、ちょっと待って、ブルーボケてした。やべえ、やべえ、やべえ。5年目足並み揃わねえ可能性がある。すいません。はい、ちょっと聞いて。ではまた。はい、また。